どっちかしかつなげられないんでさ、そう歌をつなげて、マロンから森からロハコしね、はい、うん、ロハコさんです、うん、何かゲーやるロハコさん来たよ、うん、マロンさんじゃないよ、うん、マロンちゃんじゃなくマロンです、野田総理の固いです、マロンちゃんじゃないです、うん、ロアコさんね、今ね心臓の手術でね入院中です。もう手術終わったんですか、うん、終わったそうです、成功したそうです、無事やりました、もうそうで、あとはあれでしょ、退院 OK ってなったら退院らしいですよ、うん、なんで今安静にしてるとこです、うん、マロンちゃんじゃないってさっきまでよっさんのところいただろう、マロンちゃんじゃないマロンちゃんこっちに瞬間移動したわけじゃありません、うん、そう兄弟なんです、実は兄弟だろ、妹だったの、うん、そうだったんだ、知らない姉妹か姉妹、あ、うん、姉妹だった、ロアコさんも女の子だから、うん、野田総理の硬いの押し付けてきて困るんです、押し付けてないですよさ、どう、あのやっぱり、うん、今ね、しけちゃんがね、うん、風邪ひいてるみたいで、うん、やっぱしけちゃん来てほしかった、なんとかは風邪ひかないって言うけど風邪ひくんだね、しけちゃんバカじゃないですよ働いてますから、しけちゃん、うん、可愛い方のマロンとか書いてあるマロンちゃん手振って、だってマロンちゃんじゃない、ロハコさんだよ、ロハコさんに、なんかどういう手術したんでしたっけ、うん、カテーテルっていうのを血管、はい、お股の血管から、お股から入れるんです、カテーテル、うん、血管から、うん、心臓まで持ってって、心臓の詰まってるのをカチッと掴んで持って帰ってくる、その間心臓はどうなってるんですか、動いてる、あ、動いてる心臓をそのまま止めるわけにいかないじゃん、え、どっから入れたんですか、股間の、この辺ちょっと俺ずっと触らないけどここら、この辺から、この辺から入れたそうです、別にそのぐらい触ったっていいじゃない、この、あ、あの尿道からとかじゃなくて、うん、あの端っこの、うん、ところから入れるんですよ、ちょうど脇の下、脇の下のところから入れて、うん、あ、そこに血管があるんだ、うん、大動脈、そこまで行ってそこからずっとずっと、でも心臓って麻酔できないでしょ、うん、できない、でどうだったの、だからここに麻酔する、あ、ここに麻酔して、で心臓は痛くないですか、当たんないようにする、あ、当たったら痛いんだ、多分当たんないように、それお医者さんを信じなきゃダメじゃないですか、ただ掴む時こうカチッとなるじゃん、うん、その時は当たる、うわ痛いよ、痛い、痛いじゃん、うわ、それはやっぱあれなの、何、あの感覚っていうのは あったの、うん、あるよ、ドンっていう、あ、なんか動いてるなみたいな、うんうん、うわ、ただそれを取って持って帰ってくるときは、うん、ああなんかすっきりしたなって、そうなんですか、うん、だから詰まりが取れた、あ、もうこれ治ったなみたいな、うんうん、今痛くないのって、うん、今痛くない、マロンちゃんじゃないっつってるだろう、これね精神病棟じゃありませんよ、普通の病院です、耳垢が取れたようなもんだ、だってなんか詰まってたってことですか、そう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 、耳垢が取れたようなもん、あ、そうなんだ、うん、耳垢が取れたんですよ、タバコやめないとダメだぞって書いてある、あ、酒やめれないのと同じでタバコもやめれない、タバコはもう無理、やめるの、酒中毒になってる人に酒やめろっつってのと同じ、なんかさっきなんか外出を OK出して、うん、外出したんですよ、ちょっと、そしたら看護婦さんが誘惑に負けないでくださいねとか言ってか負けてるんですか、誘惑に、いや、なお菓子の誘惑、お菓子の誘惑に負けちゃうんだ、ね、の誘惑に負けて、うん、先生に怒られたりするんでしょ、うん、そう、血糖値上がってるじゃないですか、何食べたんですかってだってもっとわがまま言ったら、うん、あの野田総理にお菓子も買ってほしかったぐらいだ、それ我慢したの、それなのにポンちゃんはさ、いやいや、お菓子買っちゃってさ、持てないだろうなと思って、いや持てる持てる、お菓子か、うん、買いたかったの、
じゃあ帰り、何を買いたかったの、お菓子は。チーズのお菓子。チーズのお菓子は食べたかったの。100円シリーズのチーズ。チーズのお菓子だ。ダメって言われるの、お医者さんに。食べるな。それは別にダメとは言われないけど、うん。砂糖類だね。あ、そうなんだ。砂糖類がダメ。うん。マロンちゃんそっくりだって、ね。うん。マロンです。よろしくね。マロンちゃん、死なないよ、マロンちゃんは。マロンちゃんは永久に不滅です。野田総理の股間は触り心地よかったです。やめてください。ちょっと、やめて。ロアコさん、今度は女装しましょうよ、女装。なんかやりたいコスプレとかあります？わかんないな、コスプレは。あんまりアニメとか興味ないの？うん、興味ない。初音ミクとか似合いそうだね。初音ミク。今度、いやだから退院した後はあれな、そのしばらく家で安静にするんですか。うん、あれで配信しますまた。野田総理うちに遊びに来てよ。行きますよ。あ、行きたいな。今綺麗なんですか、家。うん、こんなに来たら狭いぞ。あ、前と変わってないですよ、家は。うん、あの時でも8人くらい入ってます。あの時はなんかね、ベッドの上にも乗ったし。でもあの時なんか人が多すぎてロアコさん怒っちゃったもんね。うん、ここは僕ん家だぞって。違う、あれはサムシさんに切れた。怒っちゃった、うん、暴言すぎて、普通しちゃった。もうあれからしばらく経ちますもんね。もう去年ですよ。去年？いや去年じゃない、もっと前でしょ多分。あ、去年だっけ。去年か。ヌマップ結成。ヌマップは一昨年じゃない多分。去年じゃない多分。去年は2016年だもん。うん、もうだいぶ、そう。だから1月にそのスキャンダルが起きたんですよ。野田総理、ここでキスしない。え、佐田さんがしたいって。佐田さんがしたいって。野田総理とのキス。佐田さんがしたいって言ってるって。うん、え？ちょっとだってみどりさんが怒るもん、マロンちゃんとキスしたら。マロンちゃんとキスしたら。妹だから大丈夫。だこれ。ああ、おお、なるほどね。ちょ、みどりさんのところでマロンちゃんと野田さんがキスしたって書くのやめてください。してないから。うらやましいって書いてある。人生最後のキスじゃないよ。炎上するだけ。炎上する。これ炎上するでしょ。やばい、これ炎上するよ。おい、マロン浮気は良くないだとかやね。今度野田総理の家行って泊めてもらって、二人で一緒の男に入って。え？二人で？二、うん、人で。二人で。なんで二人っきりなの？いや、でみんなで泊まればいいじゃん。みんなでじゃあつまんないんだよ。二人がいいよ。二人で泊まってと布団も二人きり。布団も二人きりなの？うん、いやでも俺のエアーベッド壊れちゃうかな多分。あ、そうだ、あのポンちゃんがね、童貞卒業したんですよ。あ、おめでとうございます。相手が親方さん。親方？うん、親方でどう思います？うん、ロアコさん、まあ、親方誰でも食っちゃうからな。誰でも食っちゃう。うん、ああ、ほら、そういう風に言ってますよ。襲われた、うん、で親方がシケキノコも狙ってるらしいですよ。ライバルじゃないですか。シケちゃんの嫌がりそう。シケちゃん、多分シケちゃん怖がると思うけど、だからシケちゃんは多分ね、親方よりルハコさんを取ると思います。ほのぼの、うん、しけちゃんを守ってって言われてる。同じ神奈川だからね。今怯えて外配信ができない。そう、野田、みんな食われちゃうよこのままじゃ。ロアコさんも。ロアコさん最近あれなんですか、あの彼女とか彼氏とかどうなんですか。野田さんのここがさっきから気になる。え、俺の股間を気にしなくていいんですよ。なんでそんな、え、病院でなんか暇なんすか。暇だから気になる。俺の股間を気にしないでくださいよ。全然何もなってないでしょ。え、そうなんすか。うん、
今なら病院で何してるんですか一日。タバコ吸いに行くのに30分経ったっけとか考えながら。あ、30分経たないとダメなんですか。いや、10分おきだとすごいぐちぐち言われそう。あ、文句言われるんだ。また行くんですかみたいな。せめて30分おきぐらいにしないと、しんどいっすね。で、待ち疲れて寝ちゃって1時間以上経っちゃって、あ、タバコ吸いに行こうっつって、飯だったりして。ああ大変っすよ。することないでしょ、家で。家じゃなくて病院で。だから飯しかない。飯しか楽しみはないんですか。うん、術後はね。大変だな。鉄穴フレンズじゃないですよ。タバコはやめれないでしょ、もう。無理、今さらやめないですよね、ふわこさん。テレビカード映してあげる。ダメだって、病院バレちゃうよ。ダメダメ。病院バレる。うん、バレるバレる、うん。ディルドを買ってやれて、ディルドなんか何、病院でどう使うんだよ。じゃあイヤホン販売機か、どうすれば。これは危ないって、危ない危ない、バレちゃうって。電子タバコに変えろって何？電子タバコも体悪いっすね。あれも体に悪いんで、電子タバコも。うん、あれね、1年で壊れるんだって。あ、そうなんだ。うん、なん毎年買うんだって。だからバカになんない。お金がかかっちゃいますね。うん、え、タバコの代わりに吸わせてやれって。やだよ、中国製。え、吸わせません。ダメだって、興奮しないで、マロンちゃん。落ち着いて、マロンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃんはね、なんかね、昨日俺のいびきで寝れなかったらしくて寝てる。ポンちゃんは二人きりで一緒にお泊まりできるんでしょ。でも放送つけっぱなしですか、兄言っとくけど。放送外ではダメですよ。放送つけっぱなしでいいから、僕も止めて。いいですよ、別に放送つけっぱなしだったら。二人きりで。二人きりで全然いいですよ。放送つけっぱなしでだよ、うん、ただし、うん、そっから放送バンになってもし、バンになるようなことするつもりだ。バンになるようなことしちゃダメですよ、ニコ生。そう、お見舞いって他誰が来ました。うん、お見舞い、うん、明日来る予定なんだ。あ、そうなの。うん、みどりさん今ベトナムだから。本当は今日だったんだけど仕事が入っちゃって。あ、そうだ、明日行きます。うん、みどりさんね、彼女なのにね、全然ね、彼氏なのに来ないよね。だってベトナム行っちゃってね。ベトナム行っちゃってね、本当にね、タイミング悪く。彼女が心臓の手術で入院してるのにさ、ベトナムなんか行っちゃってさ、ひどいよね。ベトナム行くのはさ、退院後にしてほしい。本当だよね、うん、彼女が心配じゃないのかな、うん、本当、うん、許せねえよね。ほら、最低だなって感じだ。ポンちゃん今横になってる。ポンちゃん便利だよね、どこにでも寝れるから。ちっちゃいから。あんなとこでサラさん絶対寝れないもんね。ゴミ箱突き抜けちゃう、足が。ポンちゃんのもう触ってみたい。触ってみてよ、うん。寝てるから今触れますよ。寝てるから触れますよ。今なら触れますよ。さん、いけるいけるいける。起きてる、起きてない、起きてない、起きてない。寝てる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 って。素早く。結構もっこりしてる。結構もっこりしてる、うん、見ただけでわかるんですか、やっぱね。うん、溜まってんの。ああ、だって親方とやる、ね、やっぱり、うん、ポン吉。こうするの。ポンちゃんね、手術成功したそうです、うん、よかった。これでもう安心なんですか、とりあえず、うん、まだあれだ、心配な場所あるの、体。今んとこない。あ、じゃあもう、うん、あと糖尿、糖尿が、糖尿は治んない。糖尿は治んないから、糖尿病になってしまうと、もう治んない。もう緊急性のあるところは大体大丈夫みたいな感じ、うん、もう手術成功したみたいですよ、うん、よ
だからこの前低血糖になって54になってしまって、夜中の2時ごろ大騒ぎになっちゃった。低血糖も危ないね。ブドウ糖いっぱい飲まされて。俺も低血糖って言われますよ。沢さんも低血糖なの？お腹すくと低血糖、低血糖。沢さんもっとお肉食べた方がいいんだって。普通61なんだって、低血糖は。あ、そうなの。うん、と診断されるのはね。で、僕測ったら54しかなくてやばい。もっと甘いもの食べた方がいいですよ。甘いもの。ここに甘そうな。そう、俺のチンコは塩辛いですけど、ダメですよ。サラさんのが甘いですよ。サラさんのがバナナのあれは。その先の方が。ポンちゃんのはダメですよ。酸っぱいから。酸っぱいの。うん。サラさんのが一番甘々です。うん、俺の肝臓はまだ大丈夫だけどね。サラさんの方がお酒飲んでるでしょ。お酒飲みますけど、結構飲めてますから。あ、そうなの。全然大丈夫なんだもん。でもコロナ禍で一番健康が、俺のお腹が危ないよね、明らかに。多分俺が一番お腹が出て太ってるから。ロアコさん今体重何キロ？昨日測ったら83キロかな。結構多いっすね。身長は何センチだっけ？181。あー、普通ぐらいじゃないですか。うん、結構普通ぐらいですよね。太ってるように見えたけど。でも、なんていうの、入院中はさ、栄養指導食だから。あ、そうなんだ。うん、あんまり、あの、栄養っていうか、なんか、カロリー高いもの食べれないんですね。そうだね。大変。うん、全員患者じゃありません。和子さんが入院中。あ、空洞ができたんですか？抱きしめて泣いてって。別にそんな、やばい週で。成功率高いんでしょ、その週。うん、 100% だって言ってました。そうなんだ。でも心臓の手術って聞くとさ、怖いですよね。怖くなかったの？怖いでしょ。俺も心臓手術いっぱいして。あ、沢さんもしたことあるんですか？失敗率 16% って言われた。え、そうなんですか？東大で。何の手術ですか、心臓の？大動脈解離の。大動脈解離の手術したの？あ、予防で手術するんだ。失敗すれば有名人だったのに。失敗はなかなかしないんだ。学人をってさ、みんな知らない親戚まで寄ってきて、患者だらけ。精神病棟じゃありません。精神、沢さんは長生きするでしょ。この中で一番長生きするの誰だろうね。意外にポンちゃんが長生きそうだよね。ポンちゃん長生きそう。ポンちゃんあんまりあれだもんね、太ってないし、うん、何気に体力あるじゃん。何気に大きいし、うん、大きいのが分かんないけど、うん、なんで大きいって分かるんですか？いや、もっこり大きいもん。そうなの、うん、あ、妹が配信始めたみたいですよ。うん、妹、みんな早死に。そんなことないじゃん。リハビリ中なんですか？うん、今あれ、なんかとりあえずなんかあれでしょ、血糖値を調整してる感じなんですか？傷口が塞がるまで。僕は、うん、傷口云々っていうのは、うん、まあ大したことじゃないんだけど、うん、退院許可が出るまでは、僕糖尿病なんで糖尿病食を食わされてる状態。あ、まあ美味しくないですか、糖尿病食？味ないよ。味がないんだよ。そんなの、もともと魚が持ってる味だけみたいな。あ、もともとキノコが持ってる味だけ。あんまり味付けされてないもんね。うん、ああとカレー味つけてみたものの、うん、他何にも入ってないんでカレー味だけかな、うん、みたいな。やっぱあれですよね、なんか病院だとすることないし、食べ物だけが楽しみになります。食事の時間だけ。ここに食べ物、もうダメだって。僕の食べ物じゃないか、これ排泄期間だから。母さん今日小岩でプリプリザイムしてたよね。誰が？ああ、
か聞こえてさ、あれ結構いい音だったよ。あれはうんちしてたんですよ、うんうん、ブリブリザイムしてたんですよ、うん、いい声だったよ。あれあれずっと監視してたんですか、うん、病院で。あの声聞いて病院で監視してたのとか言ってさ、やめてください。野田総理いい声してる、ずっと監視されてる。ピカッて、うん、和子さん、六角さん、今、あ、でももう、あれなんですか、心臓の方はもう心配ないんですか。うん、大丈夫、とりあえずはね、うん、とりあえず大丈夫なんで、詰まりは取ったんでね、詰まり取ったんで、うん、この後は、とりあえずそれを、あの、何、退院許可が降りたら、うん、退院して、また帰ってくるそうです。うん、配信はまたするよね。通院はするけどね。通院するの、うん。の配信ですよ。配信するんですか、またしましょうよ。うん、また配信するよ。帰ったら体調良かったらね、報告配信。うん、和子さん一日何してるんですか、あの家にいた時は。家にいた時キャス見て、キャスのいい男を見ながらデヘデヘしてた。キャスで男あさりしてるの。いや、今注目のいい男だなと思う配信者、ナーボーがいいの、うん、やっぱナーボーを注目してるの。やっぱり食べたい、ナーボーを食べたい。もうチュパ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 したいナーボー、うん、あー、うん、これはナーボー多分ね、チュパチュパしてほしいってナーボーも思うって、うん、ナーボーをチュパチュパしたいって。そうです、うちのロハコさんが、なんていうの、膨らんでる風船を、うん、もうこれ以上空気入ってないのにまだ吸うのみたいなぐらい吸ってみたい。あ、もうちょっとリアルすぎるわ、表現が。表現がリアルすぎるわ、ちょっと、うん、怖い。あー、ナーボーの全てを吸い尽くすみたいな、うん、すげえな。さっきヨッサンとご飯食べてた、それは妹です、ね、うん、こっちはお姉ちゃんだから。ロアゴさん生々しいって、うん、マロンちゃんいやらしい。いや、でもね、ロアコさん最近あれですか、最近やったのはいつですか、チュパチュパ。チュパチュパしたの、先月。先月、うん、え、先月。リスナーさん、私も彼氏いるの。あ、彼氏いるんですか、うん、彼氏イケメンですか。イケメンではないけど、ジャガイモ顔。え、誰だろう、ジャガイモ顔。ナボに似てる。え、ナボほどイケてないけど、うん、今彼氏いるんですね、うん、彼氏もあれな、年下彼氏、うん、結構年下。え、同性婚はする予定なんですか。しない。しないんですか、やっぱね、うん、年下彼氏を今大切にして。あ、そうだ、ロハコさん、いいニュースがあるんですけど、もう男でも妊娠出産できるんですって。うん、どうする、ロハコさん、子供が作れますよ。男でも妊娠出産できるからしいから、さださんと、いや、だからあのお腹にあの子供をなんかあれだって、子宮を作って、うん、手術して、でお腹をで育てて、それで帝王切開。お金かかるじゃん。でもそれで自分で埋めるじゃないですか。野田総理の子供作る。だ、俺もう子供いるもん、ほら。子供いるの。うん。6ヶ月の。誰の？え？みどりさん？これ？これは学くんの子供。俺の子供がいるかも。入院しろってすごいね。妊娠本当だ、妊娠線がある。まだ産みません。マロンちゃんいるよ、マロンちゃんだよ、かわいい。野田橋本慎也と同じ40歳で死ぬ。死なないよ、ムニー君。俺の遺伝子残したいよね、佐田さんも。残したいですね。残したいから、ロハコさんに産んでもらおう、佐田さんの子供。ロハコさんと佐田さんの遺伝子と、あとポンちゃんを掛け合わせれば、多分ね、
すごいアインシュタインを超える自信があるよ。確実アインシュタインを超える人類の指標が生まれてくるよ。5時ぐらい。何時に寝るんですかいつも。ご飯の時間。ご飯の時間何時？何時だろう。6時頃。6時頃。でまだ大丈夫ですか。まだ大丈夫。6時頃なの。6時に食べて10時すると。することなくないですかそんな。はい。結構遅いですね10時消灯。だからねその間が。で、タバコ吸うのに外出できるのが8時までなの。うわー、嫌だな。そうそう、何にもやることなくてイラ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 ずっとしてて、放送もしづらいですもんね。うん、放送はできないけどさ。どうだ、じゃあ何してんすか。もう放送見てるだけ。あそこ、あっちでキャスト放送したことあるけどさ。ここでだったらできるんじゃないですか。でもここならね、ここなら。でもここまで来るのしんどいですね、一回一回。いや、しんどくはないけど、だって一回ずつ外出てんだからさ。ああ、そうか。うん、でも一回一回さ、あそこ外まで出なきゃいけない。めんどくさいでしょ、もう。もうそろそろ寝たんじゃない。寝た。あ、うつ伏せになっちゃった。警戒してポンちゃんうつ伏せになっちゃったよ。寝返るってうつ伏せになりやがった。寝てる。和子さん今老眼なんでしょ。ん、老眼。うん、老眼。文字が読めないんですか。それ、うん、度が合ってないんじゃないですか多分。いや、合ってんだけど合わせた文字の大きさがより漫画の文字がちっちゃい。あ、そうなんだ。うん、あ、そうなんだ。一回一回文字を合わせなきゃいけないの。大変だな。で、リスナーさんから DM で老眼鏡の上に虫眼鏡をかけるとうちのおじいちゃん見れてますよって。あ、じゃあ虫眼鏡持ってくればよかったな。みどりさんに持ってきてもらいましょう、虫眼鏡。うん、虫眼鏡ね。いや、だってその頃もう退院してるかもしんないじゃん。でも2人で合わせて20歳になってないよね。なってないですよ、ね、2人合わせてもアウトですよ。なってたとしてもアウトですよ、うん、でも野田総理タイプ。いや、まだ顔ができてないじゃないですか。分かんないですよ。できてないの。顔も体もできてないから、うん、タイプかどうか分かんないですよ。お母さんはどうだったんですか。ダメ、もうアウト。お母さんはもうダメ、うん、お母さんの方が俺どっちかっていうと、うんうん、お母さん可愛かった。いや、すること。看護婦さんもっと可愛い。あ、看護婦さんでお気に入りの看護婦さんいるんですか。うん、名前知らないけどね。お気に入りさんの、うん、で、あ、今日は違う看護婦さんだわみたいな感じなの。毎日違う。そうなの、うん、で、当たりの看護婦さんと外れ側の看護婦さんいるの。外れはいない。あ、みんな可愛い。うん、みんな可愛いんだね。佐田さん大丈夫。ポンちゃんだよ。さあさ、昨日の、ね、飲んでたんでしょ。昨日のビールかな。ずっと飲んでたの。ずっと飲んでた。
サラさんも入院することになっちゃいますよ、このままだと。サラさんベッドからはみ出ちゃうでしょ、病院のベッドから病院のベッドから。俺は休暇日座ってるんで、大丈夫です。あ、そうだろう。みんな人間ドック行きたいね、今度。行きたいっすね。どっか悪いとこありそう。サラさん入院するの？しませんよ。いや、いや、人間ドック、みんなで。今度来たら、うん、僕全然行きましょう。全然行きたい。なんかありそうだよね、なんか何かしら。俺が多分一番危ないと思うんだよ、このお腹が。脂肪肝が、うん、僕は見てあげよう。いいよ、いいよ、ロアクさん。興奮しちゃダメだよ。豚ドックってな、人間ドックだろ。ポンちゃん寝てる。ポンちゃんどこでも寝るから。猫みたいに。ロアコちゃん手振ってたって。ロアコちゃんでかわいい。お子ちゃん、ロアコさんが介護の。チューしてる。チューさっきしたでしょ。もうしたでしょ。ロアコさん、チューはさっきしたでしょ、マロンちゃん。縮小して何かに乗ってるよね。マロンちゃん、え、うん、チューはもうしたってさっき。サラさんとしてくださいよ、サラさん。男とチューしたのは、うん、野田総理は初めて。いや、あの、ネルさんとかとしてます、ね、ネルさんとか。どんなチュー？普通のチュー。ベロ入れたりしないの？ベロは入れません。ベロ入れてきたのは金梅さんだけです。うん、金梅さんのベロは許したの？いや、あの時は無理やり入れられた、うん、酔っ払って、うん、だから佐田さんがベロチューしたいって言ってるの、うん。母さんどうしてもロハコマロンちゃんとベロチューをしたいって。マロンちゃんの本物の方でさ、うんうん、いやこっちが本物だから。ちょっとこれ持って、はい、捨ててくる。はい、母さんマロンちゃんだと思えば可愛いでしょ。ケツ。ケツじゃな。でかいって。ロアクさんでかいよ。181cm ある。うん。ツイッテールのウィッグとか確かに似合いそう。ロアクさん。ポンちゃん似てる。野田総理何センチ？わかんない。通常。測ったことないですよ。大体。わかんないですよ。普通ぐらいじゃないですか、平均。僕が測ってあげる。いいよ。ダメ。なんで俺を測るの？佐田さんのを測ってくださいよ。なんで俺だよ。こっちのマロンちゃんが可愛いだって。いいよ、測ってもらえなくて。18センチ。普通ぐらいでしょ、多分。普通ぐらい。大きくなると。大きくなると、うん、どうなんだろう、わかんない。握ってどのぐらい。わかんないって。だってそんなそんな話をするのはお見舞いで。この長さ的。え？このぐらい。うん、そのぐらいじゃないですか。このぐらい。うん。うん、普通ぐらいです。で口入んないね。入るんですか普通。え、入れてもらったことないの誰かに。いや、入りますよ。誰かの口に入れてもらったことはあるでしょ。うん。もうなんでこんな話になってんの。膨張率は普通ですよ。病院、この後病院からロアクさんは退院します、うん、あと許可が下りたら。でも、よっさんは男も OK って言ってましたよ。よっさんを OK っていう男がいるか。いるんじゃないですか、四冠には。隔離しちゃダメですよ。そこまで危険じゃない。震えてる。
野田総理が風呂入ってる時に、うん、僕が外でこうやって待ち構えてるのもう着替えとかもう全部こっちの方向いちゃって怖いよ。え？ホラーじゃないですか。ジェイソンみたい、うん、ホラーレベルですよ。溜まってるの、ロアコさん、うん、溜まってる？溜まってるだろうけど、僕もともと ED だしな。そうなの、うん、ED なんだ。あ、そうか、ほんと治安維持のために隔離しようって。別にね、ロアコさんはあれだからね、同意の上でやるタイプだから。同意してくれる？同意しません。同意しません。同意をしません、僕は。ダメ。ウフフじゃないよ。ウフフじゃないよ。今日は意地悪なんだよ。ダメだよ、ダメなの。わが子ちゃん、この放送枠だからダメなの？いや、放送外でもダメですよ。マロンちゃん発情したらダメだよ、マロンちゃん、うん、マロンちゃんはポンちゃんにゃん、あっち寝てる。大丈夫か、ポンちゃん動かなくなったけど。あ、起きてた、生きてた。ポンちゃん寝てる。寝不足なのかな、寝不足なの、ポン吉。ポンちゃん最近ポン吉って呼ばれてる。ポン吉だって。今度電車乗ったらさ、うん、終点までもう乗せてっちゃって。ああ、それでもうホテルに行くしかないみたいな。それいいかもしれないですね。新しい企画が生まれる、うん、それ終電まで一緒に行ってラブホ行くしかないみたいな。歩いて帰ってくる。歩いて帰れないよ。終電とかあれでしょ、津田沼駅とか。津田沼だったらまだ歩けるけどな、うん、津田沼はね、あのどこだっけ、船橋と千葉の間ぐらいじゃない、うん、あ、そうなの、うん、確か手術なんか溜まってたんでしょ、心臓に、うん、油みたいなのが溜まってて。成功したし、本当によかったじゃないですか。よかったよかった。これね、また退院したら復帰してくれますよ、ロアコさんが。ロアコ運動会ってのは新しいか。運動会はちょっと、じゃあその応援として、なんか、うん、永遠の補欠として座っててもらって。ポンちゃん寝てる。運動会に出れるほど人数いないんじゃん。よっさんチームってのらしくて、チーム対抗、うん、で、沼ップチーム対よっさんチーム。よっさんチームの勝ちみたいなものじゃない。とよっさん自体がハンデじゃん。向こうめちゃくちゃハンデじゃん。うん、でも他の人たちは。他の人たちも運動神経悪いのを集めるんですよ。うん、そしたら対等になるでしょ、バランスよく。誰も良くないっていう。そう、みんな運動神経ダメダメみたいな。しけちゃんもやつ。しけちゃんはだって一人でテニスするぐらいだから、うん、うまいよ。ロアクさんも五射部っていうなんかオリンピック競技をで銀メダル持ってるから。いつやるのだって。まだ分かんない、多分今月中にやるみたいな感じ。退院は、ロアクさん実況じゃないですか。実況無理だよな。チンクイ競争ってなんだろう。どういう競争だよ。チンコが上からぶら下がってんの、ロアコさんが下からしゃぶるの。そんなめっちゃ番になるだろ。これは誰のチンコかなみたいな。まさぐってダメだって。うん、それダメでしょ。野田総理は今日は拒否ってばかりで。ダメだって、それは病院なんだから。ダメ、行きますよ。病院でそういうことするのは AV だから。病院だからダメなのか、今日は。ダメに決まってるでしょ。病院そぐすはダメだって。いけません。ここはなんか気持ちよくて眠くなってきた。こ
うん、あったかいの、あのね、暖房が入ってるのね。あったかいの、うんうん、うっすら暖房入ってるんでさ、あったかい、うん、お見舞いだからこそ触らせるわけじゃないダメに決まってるでしょ。看護学校。ポン吉が起きた。ポン吉眠いな。ポン吉。ポン吉は眠いんだよ。眠いな。ポン吉はずっとね、カフェオレ飲んでる。ポンちゃん太ったって。太った。太ったの？ポンちゃんでかいね。何が？もっこり。ああ。どっちが大きいの？標準だと思うけど。トモ？え？サオ？サオ。サオ？何の顔？なんだよこの顔。その大きさはどっちなのかなっていうさ、その謎めいたところがさ。何の会話だよこれ病院でする会話じゃないだろうポンちゃん今何時だ。今5時10分。5時10分か、うん、半までかな。半までかな、うん、うん、もう一度開発してセブンイレブン連れてってもらってお菓子買ってもらってそこまでにする。そうだ、ね、こっから大塚駅まで1メートルだから1000円で行けちゃうよ。え、そうなの。うん、1000円未満で行けちゃう。歩いてどれくらいかな。歩いて20分ぐらいかな。うーん、どうしようかな。野田総理のたちの元気ならこの道まっすぐ行けば大塚駅で。じゃあそれで大塚駅まで行って、その後名前言っちゃった、駅名言っちゃった。ロアコさん、なんで駅名をさらっと言うちゃうんすか。ロアコさん、駅名言っちゃダメですよ。ロアコさん、リスナーさん、今頃一生懸命特定作業入る。ほら、なんで徒歩時間まで言っちゃうんすか。ロアコさん、ダメですよ。やばいな絞られたってどうしよう。まあいいや。じゃあ一旦あれしますね、うん、じゃあルワコさん、じゃあポンちゃん来て、ポンちゃん、ポンちゃん来て、早く早く。じゃあね、ルワコさん元気でした。はい、じゃあまたね、早く退院しますように。もう男でも妊娠出産できるんですって。うん、どうする、ロアコさん、子供が作れますよ。男でも妊娠出産できるからしいから、さださんと、いや、だからあのお腹にあの子供をなんかあれだって、子宮を作って手術して、でお腹をで育てて、それで帝王切開。お金かかるじゃん。でもそれで自分で埋めるじゃないですか。野田総理の子供作る。だ、俺もう子供いるもん、ほら。子供いるの。うん。6ヶ月の。誰の？え？みどりさん？これ？これは。学くんの子供？俺の子供がいるかも。入院しろってすごいね。妊娠本当だ、妊娠線がある。まだ産みません。マロンちゃんいるよ。マロンちゃんだよ、かわいい。野田橋本慎也と同じ40歳で死ぬ。死なないよ、ムンニン君。俺の遺伝子残したよね、佐田さんも。残したいっすね。残したいからロワコさんに産んでもらおう、サラさんの子供。ロワコさんとサラさんの遺伝子とあとポンちゃんを掛け合わせれば多分ね、すごいアインシュタインを超える自信があるよ。確実アインシュタインを超える人類の指標が生まれてくるよ。今5時ぐらい。何時に寝るんですか、いつも。じゃなくてご飯の時間。
ご飯の時間何時？何時だろう。六時頃。六時頃。でまだ大丈夫ですか？まだ大丈夫。うん。六時頃なの？六時に食べて十時すると。することなくないですか、そんな早く。結構遅いですね、十時消灯。だからね、その間がで、タバコ吸うのに外出できるのが8時までなの。うわー、嫌だな。そうそう、何にもやることなくて、イラ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 ずっとしてて。放送もしづらいですもんね。うん、放送はできないけどさ。どうだ、じゃあ何してんすか。もう放送見てるだけ。あそこ、あっちでキャス放送したことあるけどさ、ここでだったらできるんじゃないですか。でもここならね、ここなら。でもここまで来るのしんどいですね、一回一回。いや、しんどくはないけど、だって一回ずつ。アインシュタインを超える自信があるよ。確実アインシュタインを超える人類の指標が生まれてくるよ。今何時？今5時前です。5時ぐらい。何時に寝るんですか、いつも。じゃなくてご飯の時間。ご飯の時間何時？何時だろう。6時頃。6時頃。でまだ大丈夫ですか？まだ大丈夫。うん。6時頃なの？6時に食べて10時すると。することなくないですか、そんな早く。結構遅いですね、10時消灯。だからね、その間がで、タバコ吸うのに外出できるのが8時までなの。うわー、嫌だな。そうそう、何にもやることなくて、イラ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 ずっとしてて。放送もしづらいですもんね。うん、放送はできないけどさ。どうだ、じゃあ何してんすか。もう放送見てるだけ。あそこ、あっちでキャス放送したことあるけどさ、ここでだったらできるんじゃないですか。でもここならね、ここなら。でもここまで来るのしんどいですね、一回一回。いや、しんどくはないけど、だって一回ずつ外出てんだから。ああ、そうか。うん、でも一回一回さ、あそこ外まで出なきゃいけない、めんどくさいでしょ、もう。もうそろそろ寝たんじゃない？寝た。あ、うつ伏せになっちゃった。警戒してポンちゃんうつ伏せになっちゃったよ。寝返り打ってうつ伏せになりやがった。寝てる。わこさん今老眼なんでしょ。ん、老眼。うん、老眼。文字が読めないんですか。それ、うん、度が合ってないんじゃないですか、多分。いや、合ってんだけど、合わせた文字の大きさがより漫画の文字がちっちゃい。あ、そうなの。うん、あ、そうなの。一回一回文字を合わせなきゃいけないの。大変だな。で、リスナーさんから DM で老眼鏡の上に虫眼鏡をかけると、うちのおじいちゃん見れてますよって。あ、じゃあ虫眼鏡持ってくればよかったな。みどりさんに持ってきてもらいましょう、虫眼鏡。うん、虫眼鏡。うん、いや、だってその頃もう、もう退院してるかもしんないじゃん。でも、それぐらいですよね、太ってるように見えたけど。でも、なんていうの、入院中はさ、うん、栄養指導食だから。あ、そうなんだ。うん、あんまり栄養っていうか、なんかカロリー高いもの食べれないんですね。そうだね、大変。うん、全員患者じゃありません。和子さんが入院中。あ、空洞ができたんですか。抱きしめて泣いてて。別にそんなやばい手術。成功率高いんでしょ、その手術。うん、100% だって言ってましたよ。そうなんだ。でも心臓の手術って聞くとさ、怖いですよね。怖くなかったの？怖いでしょ。俺も心臓手術いっぱいして。あ、沢さんもしたことあるんですか。失敗率 16% って言われた。え、そうなんですか。東大で。何の手術ですか、心臓の。
大動脈解離の手術したの。ああ、予防で手術するんだ。失敗するで、まあ有名人だったのに、ね、失敗はなかなかしないんだ。学人をってさ、みんな知らない親戚まで寄ってきて、患者だらけ、精神病棟じゃありません。精神沢さんは長生きするでしょ。この中で一番長生きするの誰だろうね。意外にポンちゃんが長生きそうだよね。ポンちゃん長生きそう。ポンちゃんあんまりあれだもんね、太ってないし、うん、何気に体力あるじゃん。何気に大きいし、うん、大きいのが分かんないけど、なんで大きいって分かるんですか。いや、もっこり大きいもん。そうなの、うん、あ、妹が配信始めたみたいですよ。うん、妹みんな早死に。そんなことないじゃん。リハビリ中なんですか。ん、今あれなんかとりあえずなんかあれでしょ、血糖値を調整してる感じなんですか。傷口が塞がるまで、うん、僕は、うん、傷口うんぬんっていうのは、うんうん、まあ大したことじゃないんだけど、うん、退院許可が出るまでは、僕糖尿病なんで糖尿病食を食わされてる状態。あ、まあ美味しくないですか糖尿病食。味ないよ。味がないんだよ。そんなの。もともと魚が持ってる味だけみたいな。あ、もともとキノコが持ってる味だけ。あんまり味付けされてないもんね。うん、ああとカレー味つけてみたものの、うん、他何にも入ってないんでカレー味だけかな、うん、みたいな、ね、大変、うん、全員患者じゃありません。和子さんが入院中。あ、空洞ができたんですか。抱きしめて泣いてって、別にそんなやばい手術。成功率高いんでしょその手術。うん、 100% だって言ってましたよ。そうなんだ。でも心臓の手術って聞くとさ怖いですよね。怖くなかったの。怖いでしょ。俺も心臓手術いっぱいして。あ、沢さんもしたことあるんですか。失敗率 16% って言われた。え、そうなんですか、うん、東大で。何の手術ですか心臓の。大動脈解離の。大動脈解離の手術したの。あ、予防で手術するんだ。失敗するで、まあ有名人だったのに、ね、失敗はなかなかしないんだ。学人をってさ、みんな知らない親戚まで寄ってきて、患者だらけ、精神病棟じゃありません。精神沢さんは長生きするでしょ。この中で一番長生きするの誰だろうね。意外にポンちゃんが長生きそうだよね。ポンちゃん長生きそう。ポンちゃんあんまりあれだもんね、太ってないし、うん、何気に体力あるじゃん。何気に大きいし、うん、大きいのが分かんないけど、うん、なんで大きいって分かるんですか。いや、もっこり大きいもん。そうなの、うん、あ、妹が配信始めたみたいですよ。うん、妹みんな早死に。そんなことないじゃん。リハビリ中なんですか。ん、今あれなんかとりあえずなんかあれでしょ、血糖値を調整してる感じなんですか。傷口が塞がるまで、うん、僕は、うん、傷口うんぬんっていうのは、うんうん、まあ大したことじゃないんだけど、うん、退院許可が出るまでは、僕糖尿病なんで糖尿病食を食わされてる状態。あ、まあ美味しくないですか糖尿病食。味ないよ。味がないんだよ。そんなの。もともと魚が持ってる味だけみたいな。あ、もともとキノコが持ってる味だけみたいな。あんまり味付けされてないもんね。うん、ああとカレー味つけてみたものの、うん、他何にも入ってないんでカレー味だけかな、うん、みたいな。やっぱあれですよね、なんか病院だとすることないし食べ物だけが楽しみになります。食事の時間だけ。うん、ここに食べ物。僕ダメだって。僕の食べ物じゃないかこれ。
排泄期間だから。母さん。タバコはもう無理、やめるの。酒中毒になってる人に酒やめろっつってんのと同じ。なんかさっきなんか外出 OK 出して、うん、外出したんですよ。ちょっとそしたら看護婦さんが誘惑に負けないでくださいねとか言って負けてるんですか誘惑に。いや、なお菓子の誘惑、お菓子の誘惑に負けちゃうんだ、ね、の誘惑に負けて、うん、先生に怒られたりするんでしょ。うん、そう、血糖値上がってるじゃないですか、何食べたんですかって。だってもっとわがまま言ったら、うん、あの野田総理に、お菓子も買ってほしかったぐらいだ。それ我慢したの？それなのにポンちゃんはさ、お菓子買っちゃってさ。いやいや、持てないだろうなと思って。いや、持てる持てる。お菓子か、うん、買いたかったの？じゃあ帰り。何を買いたかったの？お菓子は。チーズのお菓子。チーズのお菓子は食べたかったの？100円シリーズのチーズ。チーズのお菓子だ。ダメって言われるの？お医者さんに。食べるな。それは別にダメとは言われないけど、うん、砂糖類だね。あ、そうなんだ。砂糖類がダメ。うん、マロンちゃんそっくりだって、ね、うん、マロンです、マロンです、マロンちゃん、うん、死なないよ、マロンちゃんは。マロンちゃんは永久に不滅です。野田総理の股間は触り心地よかったです。やめてください、ちょっとやめて。ロアコさん、今度あの女装しましょうよ、女装、うん、なんかやりたいコスプレとかあります？うん、わかんないな、コスプレは。あんまりアニメとか興味ないの？うん、興味ない。初音ミクとか似合いそうだね。初音ミク。今度、いや、だから退院した後は、あれな、そのしばらく家で安静にするんですか？うん。あれで。配信します、また。野田総理、うちに遊びに来てよ。行きますよ。あ、行きたいな。今、綺麗なんですか、家。こんなに来たら狭いぞ。あ、前と変わってないですよ、家は。うん、あの時でも8人くらい入ってます。あの時はなんかね、ベッドの上にも乗ったし。でもあの時なんか人が多すぎてロアコさん怒っちゃったもんね。うん、ここは僕ん家だぞって。違う、あれはサムシマさんに切れた、怒っちゃった、うん、暴言すぎてプッツンしちゃった。もうあれからしばらく経ちますもんね。去年ですよ。去年じゃない、もっと前でしょ、多分。あ、去年だっけ。去年か。ヌマップ結成。ヌマップは一昨年じゃない、多分。去年じゃない、多分。去年は2016年だもん。うん、もうだいぶ、そう。だから1月に、もうあれからしばらく経ちますもんね。去年？いや、去年じゃない、もっと前でしょ、多分。あ、去年だっけ？去年か。ヌマップ結成。ヌマップは一昨年じゃない、多分。去年じゃない、多分。去年は2016年だもん。うん、もうだいぶ、そう。だから1月にそのスキャンダルが起きたんですよ。野田総理、ここでキスしない？え、佐田さんがしたいって。佐田さんがしたいって。野田総理とのキス。佐田さんがしたいって言ってるって。え？ちょっとだって、みどりさんが怒るもん、マロンちゃんとキスしたら。マロンちゃんとキスしたら。妹だから大丈夫。なんこれ。あ、おー、なるほどね。ちょ、みどりさんのところでマロンちゃんと野田さんがキスしたって書くのやめてください。してないから。うらやましいって書いてある。人生最後のキスじゃないよ。炎上するだけ。炎上する、これ炎上するでしょ。やば、これ炎上するよ。おい、マロン浮気は良くないだって書いてあるね。今度野田総理の家行って泊めてもらって、二人で一緒の男に入って。え、二人で、うん、二人で、二人で、なんで二人っきりなの？いや、で、みんなで泊まればいいじゃん。みんなで、じゃあつまんないんだよ。二人がいいよ。二人で泊まってと、布団も二人っきり。布団も二人っきりなの、うん、いや、でも俺のエアーベッド壊れちゃうかな、多分。
あ、そうだ、あのポンちゃんがね、童貞卒業したんですよ。あ、おめでとうございます。相手が親方さん親方、うん、親方でどう思います、ロアゴさん。まあ、親方は誰でも食っちゃうからな。誰でも食っちゃう、うん。ほら、そういう風に言ってますよ。襲われた、うん、で、親方がシケキノコも狙ってるらしいですよ。ライバルじゃないですか。シケちゃんが嫌がりそう。シケちゃん、多分シケちゃん怖がると思うけど。だからシケちゃんは多分ね、親方よりルハコさんを取ると思います。ほのぼの、うん、シケちゃんを守ってって言われてる、うん、同じ神奈川だからね、うん、今怯えて外配信ができない、うん、そう、野田、みんな食われちゃうよこのままじゃ。ロアコさんも、ロアコさん最近あれなんですか、あの彼女とか彼氏とかどうなんですか。野田さんの決意でかいって。ロアコさんでかいよ、181cm ある。うん、ツイッテールのウィッグとか確かに似合いそう、ロアコさん。ポンちゃん似てる。野田総理何センチ？わかんない。通常、測ったことないですよ。大体、わかんないですよ。普通ぐらいじゃないですか、平均。僕が測ってあげる。いいよダメ、なんで俺を測るの佐田さんのを測ってくださいよ、なんで俺だよ。こっちのマロンちゃんが可愛いだって、うん、いいよ、測ってもらえなくて。18センチ、普通ぐらいでしょ、多分普通ぐらい。大きくなると、大きくなるとどうなんだろう、わかんない。握ってどのぐらいわかんないって。だってそんなそんな話をするのはお見舞いで、この長さ的、このぐらい、うん、そのぐらいじゃないですか。このぐらい、うん、うん、普通ぐらいです。で、口入んないね。入るんですか普通。え、入れてもらったことないの誰かに。いや、入りますよ。誰かの口に入れてもらったことはあるでしょ。うん、もうなんでこんな話になってんの膨張率は普通ですよ。病院、この後病院からロアコさんは退院します。あと許可が下りたら。でも、よっさんは男も OK って言ってましたよ。よっさんを OK っていう男がいるか。いるんじゃないですか、四冠には。隔離しちゃダメでしょ。そこまで危険じゃない。震えてる。野田総理が風呂入ってる時に、うん、僕が外でこうやって待ち構えてんの、もう着替えとかでもう全部こっちの方向いちゃって怖いよ。え、ホラーじゃないですかジェイソンみたい、うん、ホラーレベルですよ。溜まってるの、ロアコさん、うん、溜まってる。溜まってるだろうけど、僕も明日行きます。みどりさんね、彼女なのにね、全然ね、彼氏なのに来ないよね。だってベトナム行っちゃってね。ベトナム行っちゃってね。本当にね。タイミング悪く。彼女が心臓の手術で入院してるのにさ、ベトナムなんか行っちゃってさ、ひどいよね。ベトナム行くのはさ、退院後にしてほしい。本当だよね、うん。彼女が心配じゃないのかな、本当。許せねえよね。ほら、最低だなって感じ。ポンちゃん今横になってる。ポンちゃん便利だよね、どこにでも寝れるから、ちっちゃいから。あんなとこでサラさん絶対寝れないもんね。ゴミ箱突き抜けちゃうの、足が、うん、ポンちゃんのもう触ってみたい。触ってみてろ、うん、寝てるから今触れますよ。寝てるから触れますよ、うん、今なら触れますよ、サラさん。
けるいけるいける起きて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 る寝て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 るって素早く結構もっこりしてる結構もっこりしてる、うん、見ただけで分かるんですかやっぱね、うん、溜まってんああ、うん、だって親方とやる、ね、やっぱり、うん、ポン吉こうするよ、ポンちゃんね手術成功したそうです、うん、よかったこれでもう安心なんですかとりあえず、うん、まだあれだ心配な場所あるの体今んとこない、うん、あじゃあもう、うん、あと糖尿、うん、糖尿糖尿は治んない糖尿は治んないから糖尿病に病になってしまうと思うのは治んないもう緊急性のあるところは大体大丈夫みたいな感じ、うん、もう手術成功したみたいですよだからこの前低血糖になって54になってしまって、うん、夜中の2時ごろ大騒ぎになっちゃった、うん、低血糖も危ないねうんブドウ糖いっぱい飲まされた俺も低血糖ってありますよ沢さんも低血糖なのお腹すくと低血糖沢さんもっとお肉食べた方がいいんだって普通61なんだって低血糖はあそうなのうんと診断されるのはねうで、僕測ったら54しかなくてやばいもっと甘いもの食べた方がいいですよ甘いものここに甘そうなの俺のチンコは塩辛いですけどダメですよサラさんのが甘いですよサラさんのがバナナのあれその先の方がポンちゃんのはダメですよ酸っぱいから酸っぱいのうんロアコさん今体重何キロ昨日測ったら83キロかな結構多いっすね、うん、身長は何センチだっけ181あ普通ぐらいじゃないですか、うん、結構普通ぐらいですよね太ってるように見えたけどでもなんていうの入院中はさ、うん、栄養指導食だからあそうなんだ、うん、あんまりあの栄養っていうかなんかカロリー高いもの食べれないんですねそうだね大変、うん、全員患者じゃありません和子さんが入院中あ空洞ができたんですか抱きしめて泣いてって別にそんなやばい手術成功率高いんでしょその手術うん 100% だって言ってましたよそうなんだでも心臓の手術って聞くとさ怖いですよね怖くなかったの怖いでしょ俺も心臓手術いっぱいしてあ、沢さんもしたことあるんですか失敗率16%って言われたえそうなんですか、うん、東大で何の手術ですか心臓の大動脈解離の大動脈解離の手術したの予防手術あ予防で手術するんだ失敗すれば有名人だったのに、ね、失敗はなかなかしないんだ学人をってさみんな知らない親戚まで寄っていって患者だらけ精神病棟じゃありません精神沢さんは長生きするでしょこの中で一番長生きするの誰だろうね意外にポンちゃんが長生きそうだよねポンちゃん長生きそうポンちゃんあんまりあれだもんね太ってないし、うん、何気に体力あるじゃん何気に大きいし、うん、大きいのが分かんないけど、うんなんで大きいってわかるんですかいや、もっこり大きいもんそうなの、うん、あ、妹が配信始めたみたいですようん妹みんな早死にそんなことないじゃんリハビリ中なんですかうん今あれ、なんかとりあえずなんかあれでしょ血糖値を調整してる感じなんですか傷口が塞がるまで、うん、僕は、うん、傷口うんぬんっていうのは、うんうん、まあ大したことじゃないんだけど、うん、退院許可が出るまではと僕糖尿病なんで糖尿病食を食わされてる状態、うん、あんま美味しくないですか糖尿病食味ないよ味がないんだよ、うん、
そんなの。もともと魚が持ってる味。に寝るんですか、いつも。じゃなくて、ご飯の時間が。ご飯の時間何時？何時だろう。6時頃。6時頃。で、まだ時間ですか？まだ大丈夫。うん。6時頃なの？6時に食べて、10時すると。することなくないですか、そんな早く。結構遅いですね、10時消灯。だからね、その間が。で、タバコ吸うのに外出できるのが8時までなの。うわー、嫌だな。そうそう、何にもやることなくて、イラ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 ずっとしてて。放送もしづらいですもんね。うん、放送はできないけどさ。どうだ、じゃあ何してんすか。もう放送見てるだけ。あそこ、あっちでキャス放送したことあるけどさ、うん、ここでだったらできるんじゃないですか。でもここならね、ここなら。でもここまで来るのしんどいっすね、一回一回。いや、しんどくはないけど、だって一回ずつ外出てんだからさ。ああ、そうか、うん。でも一回一回さ、あそこ外まで出なきゃいけない、めんどくさいでしょ、もう。もうそろそろ寝たんじゃない？寝た。あ、うつ伏せになっちゃった。警戒してポンちゃんうつ伏せになっちゃったよ。寝返り打ってうつ伏せになりやがった。寝てる。和子さん、今老眼なんでしょ？ん？老眼。うん、老眼。文字が読めないんですか？それ、度が合ってないんじゃないですか、多分。いや、合ってんだけど、合わせた文字の大きさがより漫画の文字がちっちゃい。あ、そうなの。うん。あ、そうなの。一回一回文字を合わせなきゃいけないの。大変だな。で、リスナーさんから DM で、老眼鏡の上に虫眼鏡をかけると、うちのおじいちゃん見れてますよって。ああ、じゃあ虫眼鏡持ってくればよかったな。みどりさんに持ってきてもらいましょう、虫眼鏡。うん、虫眼鏡ね。いや、だってその頃もう退院してるかもしんないじゃん。でも